山崎まさよしのクラフトパパ。さあトミー、はい、始まりました。始まりましたね。すごくいいですね。なんかなんていう、抑えきれないテンション今なんか。あのね、こういうの憧れるんだよな。まあ、改めて、うん、クラフトパパ、はいはい、今回で、ね、シーズン3の、うん、今回やっていこうかなと。まあ、一回ちょっと、うん、あのオーガスタキャンプの出張クラフトパパ ね、ありましたけども、はいはい、いろいろと新たに変えてですねやっていこうかなと。より一層町工場的になってきたよね。視聴者の方、今見てる方は分かるから、トイザラスに来た子供みたいに目キラキラしてますよ、なんかね。いやいやいや、そんなことない。その感覚僕にはちょっと分かんないですけど、なんかあれも欲しい、これも欲しいみたいな。そう、あれも、うん、視聴者の方欲しい、これも欲しい、もう、ね、もっと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 欲しいですよ。うちにないもんがいっぱいありますよ。ヤマさん、私、トミーとヤマさんで二人でやっていくって形でしょうかね。どうしましょう。いやいや、やっぱりね、うん、こういうとこに来たら、はい、川上店長来てるんですよ。店長として来てるんですか。そうなんですよ。だから川上さんじゃなくて川上店長でいいんですか。あ、もう新人の気持ちで、はい、はい、やらせていただきますので、はいはいはい、新人だけど店長です、はい、このね、この空いた月日でいろいろと変化はあったんですか。お仕事も変わりましたし、あ、 DIY とは離れてしまってるので、ほうほう、一緒にお勉強させていただける。なるほど。あ、まあ、今回もいろいろと山さんのサポート、はい、よろしくお願いいたしますということでございますが、今回シーズン3から、ね、山さんもちょっとね周りキョロキョロしてましたけども、場所が変わりまして、そうなんです。今回は、うん、中原工房さんをお借りして、うん、いろいろとものづくりをしていこうかなということでございます。ねえ、すごい魅力的な場所ですよ、うん、はい、ねえ、すごい、やっぱりあの事務とか工具が多いです。うんうんうん、ここやったら、はい、多分何でもいけるんじゃないかな。よりこうね、広がったということですよね。そうです。最終的に何を作るかって、そういうことです。本当に山崎正義はどこに向かっていくのかっていうね。そう、家建てる。作りました。マジでクラフトママの最終目標そこですか。適水ハウスみたいな。今回はもう、ね、川上店長もいますけども、うん、工房長という、あ、そりゃそうですよ。中原工房に来て、やっぱ工房長が来ないと、はい、ということでご紹介しましょう。中原工房の小水内工房長でございます。よろしくお願いします。工房長の小水内です。小水内さん、工房長という入り立ちですよ。あ、長年物を作ってるっていう感じの。そうですね。ちなみにですけど、この中原工房っていうのはどれぐらいあったんですか。今こうやって7年目になります。あ、はい、7年目で。知らなかった、ね、知ってたら来てた。ありがとうございます。家具を作るための DIY される方へのレンタル工房として動いてますので。なるほど。とビギナーの方からプロの方まで幅広く利用していただいてます。うちのね、これ山崎正義がいろんなものを作りたいということなんですけども、はい、その要望に全て中野工房さんは応えられると。はい、頑張ってございます。全然できますよ。全然できます。じゃあまず最初にですね、山さん、うん、この中原工房さんをこう、いろいろと回っていこうかなということで。ああ、そういうことですね、はい、ということで、じゃあその工房長、ちょっといろいろとご案内よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いいたしま します。クラフトパパ、ここの場所っていうのはどういったものをやるところなんですかね。あ、今いる室内自体は、はい、あのファクトリーエアと呼んでまして、木材加工する部屋として使ってます。です、はい、工房長のこの後ろにあるこの機械、はい、もうすごいちょっと気になるんですけど、山田、これは知ってますか。これは旋盤機でしょ。これ旋盤機、うん、丸棒とか、うん、そういうのをこう作ったり、あと猫足とか、はいはいはい、あのシェードランプのこうやつとか、うん、要は角がないこう、ま、丸まったという。そうです、回るんですよ。へえ。工房長、この旋盤機はこのサイズ感的にはこう結構小さめのものを作るって感じなんですか。いや、これね、結構でかい。工房までいつもね。いや、工房長に聞いてるから。いや俺に説明させてよ。いやいや、あのね、バット作れる。え、バット、バット、マジっすか。そう、トミーって昔野球やってたやろ。工芸でもここで何やけど、バット作れる。イチローがなんかたまにドキュメンタリーでなんか、そうイチローの青田子とかね、そう、はい、ああいうの作れるよ。へえ、いつか山さんにバット作りしてほしいな。バット作れる。バット難しいの。バット以外で言うと、はい、まあ器とかお皿みたいのも作れます。
これはちょっと山さん、ね、木くずがすごいよ。あ、そうなんですね、うん、え、実際山さんこれ使ったことあるんですか？俺はないのよ、旋盤機って。あら、旋盤機やったことないですか？まあ、池シャーシャーといっぱい喋ってました、今ね。いやいやいや、使ったことがあるかのような。使った、あたかもね、よく使ってるみたいな感じで言ってましたけど。そうなんです、ね、工房長もそういうの得意なんです。工房長も多分心の中で使ってないんかいって思ってたんですよ。え、ちなみに川上店長は使ったことあるんですか？私は鉄の方を学校でちょっと、はい、授業の一環で、へえ、鉄板はないので、あ、ね、これはちょっと二人でね、こうやってダーってはいはいはい、喋ってます。なるほど。やったことないけどねやったことないんだけど。クラフトパパ、奥もちょっと気になりますけども、なんだこれは、何なんですか？マネル層というもので、はいはい、あの大きな板を、まあ、直線で切り出す機械ですね。うわ、はい、2.4 メートルの板材まで切れますので、お、非常に便利にこれは使ってます。まあ、これこそ使い勝手いいので一家に一台です。いやいやいや、どこに置くんですかこれ。どこに置くんや。合板とか、はい、そうですね、ガーッと切り出して、そうですね、へえ。もちろん山さんこれ使ったことないですよね？ないです。あったらびっくり。そう、これね、でもあの YouTube で見たけど、はい、家でこれ持ってる人いたり、ああなるほど、ね、自分で作って、すごい。 YouTube の中で YouTube の情報言わないでください。すいません。ちなみにこれ今電源みたいなの入るんですか？電源入ってます。はい、これです。これがノコギリ本体ですね。はい、で、あの材料を入れると、はい、うわ、材料を挟んで固定する。なるほど、今挟みました。はい、で、あとはスイッチを押すと、はい、あの後ろから刃が出て回転しながらバーッと後ろから切ってくれる。うわ、なるほどなるほど。なんで刃が見えないのは、あの手がなんとかなんない、安全性が高い、安全性もしっかり考慮して、はい、初めて見た俺これ。初めて見ました。うん、本当にかっけ、なんかかっこいい、ね、なんか近未来な感じしますけど、ね、音がかっこいい、トランスフォーマーみたい。確かにね、はい、クラフトパパ。はい、次はじゃあファクトリー B ですね。ファクトリー B、はい、さあどんな感じなんでしょうか。いいですね。ここはもうあれでしょう、完全に鉄鋼でしょう。お、もう加工できるのは鉄、あ、アイアンですね、はい、アイアンですね。はあ、はい、木から今度鉄と、鉄と、はい、本当だ、はい、あのアングルがいっぱいある。もういい加減してほしいな。何でも揃っちゃってますね。実際この鉄は どのようなものを、一番多いのは切断をして、はい、溶接ですね、溶接ができる。なるほど、溶接機で溶接をすると。木工用と違うのは、鉄は溶接するときにどうしても曲がったりするんですね、はい、それを抑えるために、 あちこちクランプを挟めるように、あ、間が全部取れる。あ、本当だ、こういうテーブルになってます、はい、これは中原工房オリジナルの。オリジナルです、はい、すげえ。本当だ、はい、すげえ、すごい、いいな、これすごいですね。で、まあ、溶接をしてくっつけて、はい、あとはその溶接したところをきれいに削るとか。わー、はい、僕全然詳しくないですけどね、俺最初パッと見炊飯器かなと思ったけど、それどこが何が見た目炊飯器みたいじゃないですか。だって、いや炊飯器じゃねえよ。いや、これすごいんですよ。これすごいんだよ。なんか僕のイメージしたその中のマスクみたいなのと違くないですか？これスパークした時にバッってね、はい、暗くなるの。そうですね、はい、勝手に、はい、これが多分 2万5000分の1秒だったかっていう速さでシャッターパッと降りて、はい、最初だから、最初はちゃんと見えてる。見えてます、はい、あ、これが溶接する面です。面です、そう、はあはあ、で溶接するときバーって光が強くなるので、うん、バーってスパークする、はい、で溶接の光っていうのは 目焼いちゃうのよ。あ、目玉、はい、保護するためにほぼ、へえ、はい、うちにもあります。あるんですね。あるんかい。あ、そう、イメージ、そう、それ町工場のこのイメージ、こういうやつね、はい、うん、これはもうそういう、機能がないので真っ暗なまんまなので、はい、もうね、どこ見てるか分かんない。すごい熟練した人だとこれでできないですね。はあ、へえ。それがこれだと、もうその瞬間的に暗くなったら明るくなったりできるんで、だからね、なんかアイアンマンみたいな。そうですね、どう違うんだろう、作ってくんねえかな。アイアンマンになりたい。完全にアイアンマンじゃないですか。
で、あとはまあその削るっていうと、あとまあこういうグラインダーっていうのを削りますし、まあ、金属専用 の、 あのベルトサンダーもありますし、はい、あとベンダーっていう曲げる機械もあるので、まあ、手曲げですけど曲げたりすると、まあ、例えばああいうくねくねとした加工もここだったらできると。いやこれはちょっとすごいよね。ワクワクしますね。ワクワクする、クラフトパパ。もう一つ何か機械があるということなんですけども。そうですね、はい、これレーザー加工機ですね。レーザー加工機、はい、レーザー刻印と、はい、薄い板、3ミリとか4ミリぐらいの板でしたら切り抜きもできちゃうような加工機になります。この中に、まあ、そのやりたい板とか、まあ、刻印した板をこう入れて、はい、であとはパソコンの方でデータを作った。なるほど、はい、をこの機械に出力する。表札とか作れるな。あ、まあ、大表札作れます。はいはいはい、はい、何々家っていうね、はい、表札、表札もいければ、まあいいか、まあ、でもクラフトパパっていうね、なんかね、ロゴ作れる、看板作れる。そうですよ、ね、山さんのグッズもここで作れますから。あ、作る、そうか。で、量産もできるわけです。量産、あ、いいですね、これね。木以外にもね、アクリルっていうのも切り出しと、まあ、刻印ができるので、はい、結構小さい文字も漢字とかひらがなでしたら2ミリ角。わかんわ、すごい。老眼で見えない老眼で見えない見えないですよ、ね。クラフトパパ。で、山さん、ちょっとせっかくなんで、はい、実際どうやって動くか、うん、ちょっと見てみたいですよね。そうですね、ロボットとの対決だよね人間の H がどれぐらい優れているか、はい、それともロボットの AI がどれぐらいそんな壮大なテーマでやってないですさあ、工房長、じゃあ改めてちょっと一回やってみましょう、はいはい、山さんのファンクラブのね、ブギーハウスのロゴ。あ、これですね。いろんな DIY やってきました。これが一番苦手なんじゃないかな、この人。こうやって動くっていうラインで、こう開始というプレイボタンを押していただくと動きます。はい、本当に、はい、動くんですね、はい、動くの、はい、駅前のパソコン、おー、小さい、まあ、すごい、あ、すごい。そんなに、これコルクですか。そうですね、コルクですね。お、はいはいはい。なんだ、節操のないというか落ち着きのないというか、めっちゃ細かいな。山崎さんみたいですね。さすが。いやいやいや、大正解です。今この左右の筆が秒速40センチという速度で動く。あ、秒速40センチ、1秒に40センチ動く、はいはい、秒速40センチということは新海監督の秒速に、ありましたね、ありましたね秒速5センチ、5センチだ。もう終わります、ね、あ、もう終わるんだ。香ばしい匂いが、おお、いいよ、すごい。最後、あ、できた。最後すごかったよ、すごかった。ダカ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 何考えとんねんさあ、出来上がりました。これで、はい、大丈夫です。触って大丈夫です。あ、かっこいい。見せてください。すんげえかっこいい、これバランスもなんかすごいね、うん、ちゃんとカメラに見せてくださいいや、自分で見るんだよ、じゃなくて。どうですか。いいじゃん、これ絶対グッズになるよ。これなりますよね、うん、私もらいます。いや、じゃあ、じゃあ店長に裏にね、山さんのサイン書いてみたいな ね、見つけちゃったな、これ。スタッフがこれ見つけちゃったな、これこれグッズにしようと思ってんな、これ。してますね、これね。ふざけんな、完全にクラフトパパね、本当設備が揃った中でね、お二人工房長にも手伝っていただいてね、面白いも作っていきましょうよ。はい、ということでね、改めて中野工房さんのね、全てを見させていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。クラフトパパ旋盤です。あ、トミーを作ろうよ、はい、もうちょっとでかトミー何個分か。私たちには丸に見えたけど、これは丸に見えるよ、まだそうです、回転してると丸く見えるそう